ジャポニカは稲の品種群の一つである。稲の栽培種にはアフリカ稲とアジア稲があり、アジア稲にはインディカ及びジャポニカの2種類の亜種が含まれる。これらとは別の亜種として扱われることもあったジャバニカは、現在ではジャポニカの変異型として扱うことが多い。この場合、ジャバニカを熱帯ジャポニカ、競技のジャポニカ温帯ジャポニカと呼称して区別することがある。 ジャポニカとインディカの系統上の分岐は栽培会以前の7000年以上前とされ、それぞれ独自に野生稲より栽培化されたと考えられている。インディカは1年生野生稲から栽培化されたという説もある。栽培地域が地理的に隔たっていたため、両系統の遺伝情報に多くの変異が蓄積されており、二大雑種では生殖的隔離が見られる。近年、 湿度遺体の DNA 解析によって、ジャポーニカ種が超高流域で栽培化されたことが分かっている。インディカとジャポーニカは、モみの粒型によって分けられるという認知が広く、浸透している。ただし実際には、ジャポーニカ種には、潮流品種と単流品種が混在しており、単流品種をジャポーニカとする従来の認知は、必ずしも正しくない。 日本に稲作が伝来した経緯については稲作の項を参照のこと。米粒は円形で中流もしくは単流の形状である。主成分であるデンプン中のアミロース含量がインディカに比べ低めでアミロペクチン含量が高めである。タクト水分を多く含むためふんわりと柔らかくツヤが出る。独特の弾力と粘り気はインディカ米にはない大きな特徴である。 よく噛むことで甘みが増す。日本では炊いた米の食味は人々に好まれ、主食としておかずと独立して食べる習慣ができ、また冷めても味質が劣化しにくいことから、おにぎり、寿司、弁当といった日本の米食文化の発展を促した。したがって今日、日本において単に米といえばこのジャポーニカ米のことを示し、インディカ米はタイマイと呼ばれる。 寒冷な気候に比較的強く、インディカに比べて、例外も少ない。湿潤な温帯や、夏季に比較的高温になる、亜寒帯に適している。ひなが特性のある典型的な短日植物で、開花期に極端な高温下にさらされると受粉障害を起こすため、熱帯での栽培は難しい。日本型稲とも言われるジャポニカは、日本、朝鮮半島、中国のワイガイ北。 台湾のほか、ベトナム、オーストラリアの南東部やアメリカ西海岸、エジプトで栽培されている。また、ジャポニカ米の一種であるアルボリオ米がイタリアで栽培されている。北緯30度以北及び南緯30度以南でよく栽培されている。日本国内では品種改良が進み、様々な品種が栽培されている。代表的な品種については、カテゴリー、稲の品種も参照。 世界の米生産量約5億トンのうち15%に満たない。ありがとうございます。